アラモの戦いは、テキサス独立戦争中の1836年2月23日から3月6日の13日間に、メキシコ共和国軍とテキサス分離独立派の間で行われた戦闘。テキサス側の拠点とされ戦闘の舞台となったアラモ伝道所は、テキサス州サンアントニオ中心街の一角に遺跡がある。もともとアラモは、スペインの布教所として1718年に、 サンアントニオでベハルに建設された。19世紀初頭にスペイン軍の騎兵隊が駐屯し、その要塞をアラモと呼んだ。メキシコからの独立を画策していたアングロサクソン系テキサス住民はサンアントニオ市を占領した。コス将軍の敗北でメキシコ軍はテハースでの拠点がなくなっていた。これに対しメキシコは翌年大統領兼将軍であるサンターナが 反乱軍の鎮圧を決定した。メキシコの戦争将、ホセマリア・トルネルとビチェンテ・フィリソラ将軍は1814年、以来のテハス遠征で実績のある船での進軍を提案した。しかしサンターナはその案では、時間がかかり、その間に敵が米国からの援助を受けるとして、これを拒否した。サンターナは1836年初めに、 サンルイスポート市で、外産で6100人の兵士と20門の大砲を集め、ティハスに向けコアウイラのサルティジョまで進んだ。軍勢は悪天候の中リオングランデを渡り、吹雪の山の小道を進んだ。サンアントニオデベハルは彼にとって、中間的な目標の一つだった。彼の最終目標は、テキサス政府を捉え、反乱州に対し中央の支配、あるいはメキシコの 中道政権の立て直しを図ることだった。彼はこれ以前1835年にサカテカス州の反乱を抑えていた。サンターナとその軍勢は2月23日にサンアントニオデベハルに到着した。不評大隊を温存するため、それは不評と騎兵の混成部隊だった。彼らはイギリス製のベーカー、時代遅れで、射程は短いが威力のあるタワーマスケット、 マーク3、ブラウンウェスマスケットなどを装備していた。メキシコ人の軍人の背丈の平均は155センチメートルで、その多くが戦闘経験のない新米の徴収兵だった。メキシコの軍隊は個々の射撃の技量に劣ったが、しかし彼らはよく標的を撃ち抜いた。初期の装備では、4本の7インチ局舎砲、7本の4ポンド砲、4本の6ポンド砲、 4門の8ポンド砲と2門の12ポンド砲を備えていた。ピチェンテフィリソラ、アントニオ・ガオナなど一部のメキシコ軍指揮官は熟練した傭兵だった。またサンターナもメキシコ独立戦争で経験があった。サンターナは自ら2000の軍勢を率いて新軍、サンアントニオ市を包囲した。当時、アラモを守備することになっていたのはジェームズ・ボーイ大佐である。また、 騎兵隊中佐に就任したばかりの若き、ウィリアム・トラビスも1836年1月に、州政府から30人の志願兵と共に派遣され、2月3日にサンアントニオに到着した。トラビスは、家族の病気のために離れていて12日後に戻る、約束をしていたジェームズ・シーネール大佐を飛び越えて、正式な指揮官に任じられ、テクシャン軍を指揮した。アラモ守備隊の記念碑。 サンアントニオにある、ボーイナイフで知られるジェームズ・ボーイの名声などにより、正規の軍人でない主眼兵も取りを守るために集まった。ボーイとトラビスは、作戦と指揮をめぐって、たびたび口論したが、ボーイが2月27日結核のため病床に着くと、指揮権をトラビスに全権委任した。アラモには、約200名程度の軍勢しかいなかったため、 トラビスは成立したてのテキサス暫定政府に再三援軍を求めたが、テキサス軍将軍、サミュエル・ヒューストーンは、兵の召集を待っていたために、援軍の派遣は志願していった30名程度だけだった。米国は当時荒トリでの戦いを、アメリカ移民のメキシコへの反抗と見ていたが、実際には多くのメキシコ系テキサス人も、反乱側を支持していた。 この闘争を1776年のアメリカ独立、戦争と同じ概念で見るものも多かった。テハノは、メキシコ2824年のメキシコ憲法で、表現された集権を支持する、緩やかな中央政府を望んでいた。最後の突撃の前に伝令として送り出された不安、ネポムセのセギン員もテハノの一人だった。テキサス遠方の各地からも多くの守備兵が集まった。 28の国と州から男たちが集まり、最も若い者は16歳のガルバ・フィキュアで、最も老いた者は57歳のゴードン・シー・ジェニングスだった。民衆の間で絶大な人気を誇っていたテネシー州出身の元会議員、デイビッド・クロケットも防衛に参加した。12人のテネシーの志願兵は2月8日にアラモに到着した。ニューオリンズからは、 ニューオリンズ・グレーズという集団が不評として戦うためにやってきた。グレーズを含む2つの中隊が12月にベハルの牢城戦に参加した。メキシコと戦う約束を残し、グレーズの大部分はまたもろセ都市を略奪する遠征のためにサンアントニオでベハルを去った。しかし、約24人はアラモに残った。トラビス・中佐は、 戦いの前に伝令を急破したように3月3日にも、戦況をテキサス暫定政府に報告し、援助を要請することができた。しかし、サムヒューストンのテキサス陸軍は、メキシコの陸軍と戦いながら、持ち場を離れられるほどの戦力も持ち合わせていなかった。また、テキサス暫定政府は、メンバー内の争いにより混乱していた。トラビスは助けを求めて、ジェームス・ボーナムを含む、 数人の伝令をジェームス・ファニン大佐にも送った。アラモから南東に100マイル離れたゴリアドで450人以上のテキサス軍を指揮していたファニンは2月28日に320人の兵と大砲をアラモに送る行軍を組織的とは言えないやり方で試みたが不十分な輸送方法により救援を中止した。ファニンと配下の大部分は降伏後に メキシコ軍によって虐殺された。3月1日の午前に1時頃に32人のテクシャンがゴンザレスの町からジョージ・キンベル大尉とジョン・ダブリュー・スミスと共に到着し、メキシコ人の戦線をかいくぐってアラモの守備隊に合流した。彼らはトラビスの援軍要請に対する唯一の反応だった。32人の一人、アイザック・ミルサプスによって書かれたとされる手紙が、 アラモの牢城戦の前夜の様子を国名に記している。この手紙については、ほぼ偽物に違いないとする議論が歴史家の間に存在する。攻撃に参加したメキシコ兵は4、5000人いたと報告されているが、包囲と最後の襲撃に参加したのは1400人から1600人だけだった。サンルイスポート市での当初の兵力は6500人だったが、 病気や脱走で兵が減少した。メキシコ軍の工場戦は科学的、職業的でナポレオン流に指揮されていた。罠ワがアラモの周りに占められたため、トラビス中佐の最後の発信はテクシャン精神の激しい例を含むものだった。彼は敵は私の降伏を要求した。私はただ一発の大砲で彼らの要求に応えた。 私は決して降伏しないと書いた。包囲開始から13日目の3月6日の早朝、メキシコ軍の一斉攻撃が開始された。メキシコ軍は対応4つの部隊と捕獲、追跡、保安部隊に分けアラモを5時から攻撃した。マルティンペルフェクトで、コスの率いた300人から400人の最初の部隊は、アラモの北西の角に向かって進んだ。 フランシスコディユネ大佐の指揮する380人が2番隊。第3部隊は、ホセ・マリア・ロメロ大佐の率いる400人の軍人から、なった。4番目は、ホアン・モラレス大佐によって指揮され100人のカサドレスから、なった。アラモの壁に達する前に攻撃部隊は200から300ヤードの広々とした地面をカバーする必要があった。テキサス人の逃亡や、 援軍の侵入などの試みを防ぐために、サンタアナは、ラミレス・イセス,スマ巡将の配下に350機の騎兵を、周囲の田園を警戒させるよう配置した。寝込みを疲れた、テキサス勢は応戦するも劣勢であった。一つの攻撃部隊を押し返したが、午前5時には、指揮官トラビスが頭に銃撃を受け、想像では、北の壁近くで大砲の隣で戦死し、防衛は、 簡易ベッドに寝ていたところを抵抗虚しく殺されたと信じられている。クロケットは配下の数人と共に捕らえられたが、サンタアナの命で処刑された。サンタアナは攻撃を継続し、コスの部隊が北の壁を突破した。接戦の末、女子供とトラビスの黒人奴隷を除いて守備隊の男のほとんどすべてを殺して、午前6時30分に、 最後の銃撃戦が終了し、アラモは陥落した。メキシコ軍は戦闘後、ボーイの奴隷のサム、トラビスの奴隷のジョーと24人の女と子供を解放した。これまで歴史に記されていないが、ジョーは、ジョンという名の奴隷と別の女奴隷が戦闘で殺されるのを見たと語った。別の報告された生存者は、ブリギド・ゲレロで、テクシャンの運動に加わったメキシコ軍の脱走兵だった。 彼は、自らの意に反して囚人にされたとメキシコ人の軍人に納得させることができた。さらに、ヘンリー・ウォーネルは伝えられるところ戦場から逃れることができたが、3ヶ月後に傷が元で死んだ。メキシコ側死傷者の数の報告はおよそ250人から、メキシコの公式の集計において1400人まで、後のテキサスの集計で1500人までと異なる。 ほとんどの歴史家が正確な数が未知であり、およそ300人から400人のメキシコ人が死亡し300人が負傷したと信じている。テクシャン川戦いの後に183人から250人のテクシャン及びテファノの遺体が見つかった。しかしサンタアナのメキシコシティでの報告では、個人秘書のラモン・マルティネス・カロに命じて、反乱者600人の遺体が見つかったと発表した。 歴史家はこれを偽りの主張であったと信じる。一人の者以外のすべての遺体がメキシコ人によって焼かれた。唯一の例外はグレゴリオ・エスパルサで彼の兄弟フランシスコが精力的に使えベハルの工場戦でコス将軍の指揮下で戦ったことにより焼かれずに埋葬された。テキサスの独立は3月2日に宣言された。暫定政府は デイビッド・ジー・バーネットを暫定大統領、ロレンソ・デ・サバラを副大統領に選んだ。アラモにいた者はこれを知ることはなかった。ヒューストンは上級司令官の地位を維持していた。アラモを陥落させたメキシコ軍は軍勢を数個に分けて投下するヒューストン将軍を追った。テキサス軍はアラモの戦いの時点で兵力が2000人以下だった。ゴリアド、レフュージをまたロス・す、3。 アントニオデベハルト負け続け兵力は約1000人まで減った。4月21日のサンジャシンとの戦いで1250人強の軍勢を率いたサンタアナの本体を910人の共有名なアラモンを忘れるな、ゴリアドを忘れるな、の時の声を上げたヒューストン将軍の軍勢が破った。メキシコ軍はその日の敗戦で約650人が死亡し、 730人が捕虜になった。テクシャンの死亡は8人、負傷が18人だった。サンターナは逃亡を図り自らの服を捨て一般の兵士の服を着た姿で捕虜になった。サンターナはメキシコに撤退することになっていたビチェント、フィリソラやホセデウレアの指揮下の軍勢に命令を下そうとした。サンターナが自らの命と引き換えにテキサスの独立を承認し、 テキサス共和国が成立した。3月3日あるいは3月4日にトラビス中佐が砂に彼の刀で線を引きアラモに残留し死んでも構わないと望むすべてのものに線を越えるよう招き入れたとの伝説が残されている。病身のジムボーイは自らの要求で線の向こう側に移されたとされる。話の一つの変形によると 一人の守備者以外の全てが最後の一戦を超えた。テキサスに到着する前にロシアでナポレオンの下で戦ったフランス人の軍人であると言われたルイス、モーセローズはアラモからそっと出たとされている。夜中に移動することでメキシコ軍を回避した後、ローズは彼がその逃亡の物語を伝えたウィリアム・ピー・ズ・ルーバーの家族と共にかくまわれたと言われる。 1873年にズーバーはこの伝説のあるものを出版したが、この話は歴史的には記録されていない。一般的に信じられていることにデイビッド・クロケットは戦闘中に多数のメキシコ人を道連れにして死んだだろうというのがある。工場戦の前にサンターナはサンフェルナンド・カテドラルにアラモ内部の守備者に残された余地がないことを示唆する赤い旗を掲げさせた。 議論のある、ホセデラペーニャの日記によれば、アラモの最後の戦闘の日に、マニュエル・フェルナンデス・カストリジョン大佐が、複数の守備者を殺さずに捕まえ、サンターナに引き渡し、サンターナが、個人的に処刑を命じたと記されている。デビッド・クロケットの周りに6人の捕虜がいた。デラペーニャはトラビスが、サンターナに、降伏の交渉を試みたが、反逆者に、 保証なしとして拒絶されたと記した。戦後にメキシコ兵はニューオリンズグレーズの暖気を見つけ、米国の関与の証拠としてメキシコシティに送った。それは現在メキシコシティの国立歴史博物館に収蔵されている。ただだあれも戦いの際にアラモ近辺にどんな旗が旗めいたのかはわからない。ある記録には1824年のメキシコ憲法を意味する。 1824と真ん中に書かれたメキシコの三色旗があったとされる。他にコアウイライテハスを意味する二つ星を描いた三色旗もあったかもしれない。この旗に関しては現在もよくわかっていない。ありがとうございます。